久保さん、安いっすかはい。まあ今となってはね、ただ当然でしょうね。結果が出てるんで <laughs>、ね。まあ久保さんがね、こんな生活するとは僕もね、思ってなかったですからね。できることをひたすらやってましたね。コメント書いてね。また来たよ、みたいな。変な人いるな、みたいなね <laughs> まあ今回はね、あの、新商品390円と。久保さんはね、今結果が出たんで、 その30万円もね、ただ同然、100万円騙されてもただ同然って言えますけど、あなたは久保さんの生活してますかあなたは久保さんのような生活できてますかできてないですよね。だから30万円高いと思うんです。390円どうでしょうか ?390 円。はい。今絶賛。あの、今日からね、今日から新商品のキャンペーン、3日間限定ですけどね。 えー、390円で出します。これは YouTube の、えー、コンテンツビジネス僕が再生数少なくても借金2000万返して、えー、親にね、えー、なんだ300万の BM プレゼントしましたけどあと自由な生活ね、まあ、どうしてできてるのかと、まあ、普通だったら普通の YouTuber じゃ無理ですよ でそれがなぜまかり通ってんのかっていうとこですよね。久保さんもセミナーで僕の動画は1再生1万円ぐらいしますよみたいなね、話してくれましたけど、まあその、なんだろうな。普通に考えたら、その再生数に対しての広告収入で100再生で1万稼ぐとか絶対不能なん不可能なんで。うん。それをね、どういうふうにやってんのかっていうね、YouTube の活用の仕方、コンテンツビジネス編ということで、 まあ今回新商品出しますんで、興味ある方はね、僕の裏メルマが登録しおいてください <laughs>。もう久保さんが昔やってたことですね。昔やってた <laughs>。久保さんのチャンネルに CM していくっていうね。久保哲郎がね昔やってた戦法を僕もやるっていう <laughs>。いや、今回ね、いいと思うんすよね。まあ、コンテンツビジネスやっていきたいっていう人は絶対見といた方がいいと思うんですよね。まあ、あとは、まあ、 んまあ、安いと思うんですけどね。こう、本当に、結果が出てない人から見ても、うん。基本的に情報商材って高いですからね、基本的に。だけど、390円の情報商材ってまあんまないですから。まあ、そもそも本もね、僕は情報商材だと思ってるんですけどね。本も、まあ、中古で買えば別ですけども、新品で買ったら1000円、1200円、1300円、1800円ぐらいするでしょ。うん 格安ですよね、うん、でしかも動画でね、わかりやすくレクチャーしてますから。うん、だからまあ、あのー、久保さんはね、多分、あのー、その時商品持っていなかったので、自分が商品だったわけですよね。わかります久保く、広島の久保ですっていうね、速下塾がなかったんで。でも今度速下塾ができ,たできてからは即下塾の久保ですと。速下塾がマイナス。 久保です。速下塾やってますじゃなくて、速下塾が先なんですよね。そう。速下塾の久保です。広島の久保です。商品がなかったから、広島という商品ですね。広島っていう商品。<laughs> <laughs> そう。まあ、やれることはや,やればいいんじゃないですか。うん、まずは。うん、だから自分の商品がないんであるならば、あまず自分を商品にして売る。でも自分の、 あえー、じゃあお前誰やねんとどこに住んでんねんっていうとこでまあ何々の何々ですとね鹿児島の吉谷ですでもいいですし <laughs> まあ久保さんは広島の久保ですから入ってますからうん、はい、まあこれね実際に億万長者のね本編合宿中にでもありましたけど自分の商品を紹介できるチャンスがあったけど誰もね商品なくてね 全然その紹介できなかったっていうねオチがありましたけど、うん、もったいないですね、うん、たとえ自分の商品がなくても自分を売り込んでいくっていうことはできますから、うん、営業マンって商品を売ってるようで自分を売ってるんですよいってらっしゃい